ヨギボーウィーリーグ第14節浦和とエレフェンの対戦、埼玉ダービーです。33分です。浦和、水谷、高橋、花、南です。いや本当に今日は、ね、はい、セットプレーから数多くのチャンス作り出してましたよね。そしてセンターバックコンビで連携を見せていったというシーンです。南もいいところ入っていきました。そして55分、浦和です。はい、ここで決めました、菅沢。いや、さすがの決定力ですよね。まあ、ここは柴田選手から中央の、ね、狭いスペースを狙ってのスルーパス、それに反応した菅沢選手、見事だったと思います。菅沢、今日もゴールを見せてくれました。右足で綺麗に決めていきました。そして2分後57分です。浦和2得点目、清家、直本、もう一度清家、そして菅沢です。もうこれはね、本当に決めてくださいと言ったようなね、本当に丁寧なラストパス、清家選手の見事な突破からのね、見事なボール、まあ、菅沢選手の入り方もさすがでしたね。今日2得点を挙げた菅沢です。浦和いい連携を見せました。62分、エルフェンです。ゴールシーンです。右サイド、ユームラ、そして途中出場のウルス対戦、加藤へ、加藤が決めました。ここまでなかなかね、シュートチャンス作り出せていなかったんですけれども、ここからの巻き返し非常に見事でしたよね。ウルス対戦というだけに思いも強かったでしょう。そんな加藤のプレーです。村選手のね、あのしっかりとしたクロス、本当に質の高いボールも見事だったと思います。77分、エルフェン、シュートシーン、エルフェン、ユームラがここ決めていきましたね。そうですね、はい、先ほどは自分から本当にサイドからのチャンスメイク、そしてここは自らのゴールと、本当に今日はね、彼女の活躍も見事だったなというふうに思いますね。ここで同点になったんですが、最後89分、浦和、安藤から最後は遠藤優が決めました。途中出場の遠藤優です。いや本当に ね、はい、最後まで諦めなかった本当に選手たちの思いがね、ここであのゴールという形で見られましたよね。最後はコーナーキックから決めました。浦和対エルフェンは3対2、浦和が勝利を収めました。